ホワイトヘッド魚雷とは、自走式もしくは、機関式として、最初に開発された魚雷である。この機械は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍のジョバン・ミルピスが、デザインを考察し、ロバート・ホワイトヘッドにより1866年に、完成した。多数の海軍機関が1870年代に、ホワイトヘッド魚雷を入手し、その中には、アメリカ海軍が含まれる。 この初期の魚雷は、ロト戦争の戦闘で試され、1878年1月16日に、トルコ軍艦艇、インティバーは、ロシア帝国海軍の水雷艇が装備した、ホワイトヘッド魚雷によって撃沈された。トーピードという語は、トーピードフィッシュから来ており、この A の一種は、行動不能とするため、獲物に電撃を加える。へこんだ、試験魚雷とロバートホワイトヘッド。 左側の人物は彼の息子ジョン。フィューメ、1875年五両アルゼンチン軍の水兵とホワイトヘッド魚雷。フィューメ、1888年。19世紀中、オーストリア海軍放火のある無名士官が爆発物を乗せた小型艇を用いるという概念を思いついた。この艇は蒸気機関もしくは圧縮空気による機関で自走し、 ケーブルによって火事を取り、敵艦船に対して投入するものだった。彼の死に際し、その試案は序盤にルピス大佐の手に入った。ルピスは装置の模型を製作しており、それはスプリング動力で駆動する自動式機構を備え、陸上からケーブルによって操打されるものだった。機械は不満足なもので、ルピスはこれをコーストセーバーと呼んでいた。 ルピスは、オーストリアのフィウメにあった工場、スタビリメントテクニコフィウマーノのために働いていた、ロバート・ホワイトヘッドを頼った。1850年頃、オーストリア海軍は、ホワイトヘッドに対し、この設計を、水戦花を自走する魚雷として開発するよう依頼した。ホワイトヘッドは自身では、マイン・ウンシフ・ミーネンシフ、機雷ンと呼んだものを開発した。これは、 全長3 3 5 2 8トル直径3 5 5 6トルの魚雷で圧縮空気によって推進し、作薬を充填した弾頭を搭載しており、雷速は時速1 3トルを発揮した。また6 4 0ル離れた目標に命中する能力があった。1868年、ホワイトヘッドは自身の魚雷が持つ、 安定性の問題について、振り子及びハイドロスタット制御という解決法を導入した。これは震度による水圧変動を冬ゴ様の装置で検知すると同時に、魚雷のピッチ変動を振り子で検出し、この変動をソーダロットに加えて、魚雷の震度を維持するシステムである。1869年、オーストリア海軍はホワイトヘッド魚雷の製造計を購入した。 1870年までに、ホワイトヘッドの魚雷は17ノットで構想するようになっていた。しかし未だに進路を適正に保つ問題が残っていた。風や波の働きによって進路が逸れた後、魚雷を正しい進路に戻すことである。解決は、ルートビヒ・オプリーが特許を持っていたジャイロスコープのギア形状にあり、ホワイトヘッドは1896年に権利を購入した。 1868年、ホワイトヘッドは2種類の魚雷を世界各国の海軍に向けて提示した。一種は全長 353cm、直径は 35.56cm だった。重量は 156.94kg であり、また 18.14kg の弾頭を装着した。もう一種は全長 426.72cm で、 直径が4 0 6 4センチメートルだった。時長は 294.83kg、また 27.21kg の弾頭を装備した。両方のモデルとも約1 8 2メートルの射程で、雷速時速 14.82km から時速 18.52km を発揮した。1892年、アメリカ海軍はアメリカ企業、 EW ブリスカンパニーが製造権を確保した後、ホワイトヘッド魚雷の運用を開始した。アメリカ海軍向けに製造されたホワイトヘッド魚雷は4つの部分に分割されている。頭部、気質、胴部、ビブである。頭部はニトロセルロースの作薬を収容している。気質は圧縮空気を内蔵し、容量は1350ポンド、1平方インチ。 もしくは90気圧だった。胴部はエンジン及び制御装置を収容し、また、プロペラと舵事がビブに付けられた。気質はよく、鍛えられた構成である。魚雷の玉体の他の部品は、薄い圧縁鋼で作られた。内部の部品は普通、制銅で組み立てられていた。この魚雷は、魚雷発射管を用い、水線よりも下もしくは、上から打ち出された。発射は、 空気や火薬による。1871年、イギリス海軍は製造権を購入し、イングランドのウーリッチにある王立研究所で魚雷の量産を開始した。イギリス海軍は、HMS ホーランド1から進んだ自軍の最初期の潜水艦にホワイトヘッド魚雷を装備した。すぐ後に続いて、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、ロシア軍、および、新国海軍が配備を行い、 ホワイトヘッド魚雷の習得を始めた。1877年までにホワイトヘッド魚雷は約759メートルの射程で雷速時速29キロメートルを達成した。1880年代までに世界のより多数の海軍がホワイトヘッド魚雷を入手し、この兵器を戦闘に投入するべく水雷艇の配備を開始し、また技術者たちはホワイトヘッド魚雷で武装した。 潜水艦の想定を始めた。1904年、イギリス軍のヘンリー・ジョン・メイ提督は、ホワイトヘッド魚雷がなかったら、潜水艦は興味深い玩具か、またはもう少しマシなままだったろう。と述べた。アメリカ海軍が1898年に出版した、ザ・ホワイトヘッドトープドマニュアルに描かれた、ホワイトヘッド魚雷の一般的な形状。A、弾頭。B、機質。B、 浸水区画。CC、胴部。C、機関室。DDDD、排水口。E、シャフトチューブ。K、ソーダ機構。G、カッサハギアボックス。H、深度検出器、I、ビブ。K、重点及びテシバル部分。L、固定ギア。M、エンジンの台板。P、来管ケース。R、カ事。S、ソーダロッドチューブ。 t 同士 to you プロペラ v バルブ群 w 新艦、z 補強隊イーストドックからホワイトヘッドマーク3魚雷を射出。ロードアイランドのニューポート魚雷局1894年。ありがとうございます。